チキさん、チキさんですか？本当の気持ちを。さきか。風にそっと話したら。さき。久しぶり。京子な、子供を産めんかったんや。京子はさっきのことを自分の娘のように思ってたで。京子先生ってどこが好きだったんかな。あ、俺のか。そう。あ、顔やな。今のも冗談？大きくなったね。さっき心配しないで、私は一人で大丈夫やから。学校卒業したら一緒に暮らそう。それから